はい、どうも皆さん、どうも、どうも2回言わないや、タカポンです。ではね、多分最終回ではないかな。デッドスペースね。最後、やっていきましょう。お。Isaac, use one of the loaders to get the marker off the shuttle. これは、どっかの惑星かな？オフライン。オフラインだってよ。あ、あれをどうにかしないといけないのか、まず。まずこれをどうにかしないと。奥の方に入れるのかな。あ、違うか。これで OK。あ、あとはそれか。それはこの中じゃないの？違う？あ、いたいた。あ、死んでるね。Isaac, the marker needs to be returned to the pedestal chamber. Use the loader to bring it there and place it on the pedestal. Replace it with taken and make it whole again. あったね、あの電源のやつ。まずはこれアイテムをまずもらってからの、ベンチもある。おい、閉まってるよ。閉まってるからな。こっちになんかあんのか、まだ。うん、ないな。すげえ死体ある。特に何もないか。弾があるくらいだったな、今の。あそこは何？ここは一体何？特にいないのか。これをなんとかするの。
電気ビリビリ。どうすんだろう。ここに入れたのはいいんだけどさ、これこうつながって。一旦抜こうか、これ一旦抜こうか。抜けない。抜けないパターンのやつね。どうすりゃいいんだろう。ここで分かんなくなるか。閉まってるんだよな。ここコントロールオフライン。電気は通ってるもんね。どうすりゃいいんだろうな。あ、まさかのビンゴだよ、俺の考え。シャッターが閉まると。あ、いたいたいた。そして。まだずっとなってる。あ、まだいたんだ。これでラストじゃないよ。あれ、まだどっかにいる。あ、
こういうのを全部やれって感じ。あ、違う。あ、そういうことね。あ、また同じようなやつか。行って。なんや。お前か。騒がしくないけど。なんでもないわ。あ、ちゃうねん、ちゃうねん、ちゃうちゃうちゃう、ちゃう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 。なんだこのバックでなってる BGM は。
よし、行こう。無重力か。絶対待ってるでしょ、また。もう分かりきってるよ。なんだ、なんだじゃねえ。殺して放置してんのになんだって言ってるからな、俺今。アホだよね。ステイシスのやつか。人の腕がいっぱい落ちてる。ステーシスあるわな。こいつら興味ないからパス。でかいやついるよ。死んでねえな。またあれを。ああ、こっち来ないと。よしよし、これで繰り返しか。持ってきて閉めて。これ何なんだろうね、このなんか光ってるやつは。
なんだこのかっこいい BGM は。完全ボスじゃん。フラインかまだ。なんかいるね。I knew you'd return to me. We are whole again, Isaac. We are whole. え？いなくなった。おお、すげえ。なにこれ。綺麗にするやつね。お前。
相当ゴリップクのようだね。顔真っ赤だね、あの人多分。すごい怒ってるよ。なんか持ってるし、物騒なもの。俺の方が物騒なもの持ってるけど。Isaac, it's me. I wish I could talk to you. I'm sorry. I'm sorry about everything. I wish I could just talk to someone. It's all falling apart here. I can't believe what's happening. It's strange. It's such a little thing.なんかおかしいよ。何しようとしてる。I didn't want it to end like this. I really wanted to see you again. Just once. I loved you. I always loved you.おうおいおいおい、早まるなよ。なーにやってんの。ああ。C じゃねえこのクソ。すごいなってな。BGM もなんかすごいよ。おかしいだろ、こんなに弾あるの。絶対何かあるやん。ねえ、セーブポイントもあって、ベンチもあって、完全ボス戦だよね、これも。Oh my god. Oh. ああ、刺さるよ、刺さるやつね。ああ、違う、潰される。ああ、ああ、ね、まあ、いっぱいアイテム落ちてるよ、ほら、壊すやつ。ドーンってやつでしょ。ああ、違うパターンのやつ。全然予想してたの全然違う。ああ、来た、でっけー。大体思いつくぞ、お前の弱点はそれだ。
やなんや。10持て。お前の弱点だろお前、あれだろ、もう分かりやすいで持って。荒ぶってる。倒したな。あ、ロックしろ。おお、ナイス。いいね、いいね。無事脱出。それ疲れるわな、あんなんだったんだ。おお、予想外すぎるぞ今のは。ホラーじゃないんだから。まあホラーゲーだからあれなんだけどさ、あれも完全なホラーじゃん。ホラーとかしたよ。てかまあ終わりましたね。いやーね、まさかの最後ですよ。いや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 、そうですね、
やってた感想としたらですね、怖いじゃあ怖いけど、なんだろう、ものすごく怖い、やれなくなるぐらいではないですね。そうだね。あとはまあいいところといったら、その右スティックを押して道をその教えてくれるシステムね、あれはすごいね、いいと思いましたね。あれはすごい便利ですね。あとはですね、武器の偏りすぎてるところかな、ちょっとダメなのは。プラズマカッターでしたっけ、プラズマのやつね。あれだけでね、本当に全部いけそうなんで、ちょっとね、あれはちょっと本当強すぎかなっていう。むっちゃ偏ってる感じかなっていうね。もっとなんだろう、武器、なんだろうな、他の武器もね、いっぱい使ってたいっすね。4種類しかないですけど、マシンガンとプラズマのやつと、レインガンだっけと、あと炎のやつ、解放射器みたいな、あの4種類なんですけど、まあ全体的にね、そのなんだろう、4種類だけじゃねえか、あとはなんかあれもあったか、なんかカッターみたいなやつ、ねえ、もっとなんだろうな、いい感じの均等にしてほしいよね、武器のその使い分けを。そのプラズマカッターだけで全部終わらせるってこともできちゃうかもしれないので、なんだろう、敵によってはプラズマカッター、いやプラズマのやつだったり、敵によってはマシンガンだったり、敵によっては炎にしたりとか、そういう感じで切り替えてね、いろんな武器を使えたらよかったなって思いましたね、これは。まあ、あとは、そうですね、最初の方が長くて、後からね、短くストーリーがなっていくのがね、どうかなって思ったね。最初が長すぎるんですよね、話が。そこだよね、問題なの。まあね、まあ、全体的な評価的には、星5個中、このゲームは4ぐらいですかね。4ぐらいかな、あげれるの。5はあげれないな。4.5 もあげれないわ。でもね、いいゲームだと思いますよ、これは。面白いし、まあ、怖いんじゃないですか？なかなか、ホラーゲームっていうか、こういう系のゲームの中では、まあ、最強、かな、どうだろう、最強かな。まあ、グロいし、怖いし、まあ、よく味方死ぬし、まさかの展開でしたけど、かなり楽しめましたね。あとはそうですね、まあこれデッドスペースですけど、まあもちろんデッドスペース2もね、持ってますので、今デッドスペースの2の方の実況に変わっていきたいなと思います。これからはね、1終わったので2をやっていこうかなと。2もね、怖いようですよ。普通に怖いようですよ。まあ1よりちょっとシステムっていうかね、やり方がちょっと変わってたり、まあアイザックのね、あの見た目がちょっと変わってたりとか、武器のなんだろう、感じもちょっと変わったりとか、まあアイテムのその今まではね、デッドスペース、これ、敵を殺したら自動で落としてくれますけど、2の場合は、敵の死体を、
なんだろう、一旦踏みつけたりとか破壊したらアイテムが出てくるっていう仕様ですね。あとはワンはそうですね、なんかね、そうだね、アーマーのなんか強化がよくわからなかったりしたね。あんまし意味ないんじゃないかなって思っちゃうぐらいの、なんだこのマーク、ミリタリーアンロック、ブラックストーリー、ログズアンロック、5万クレジット、10パワーモード、なん、インポッシブルモード、インポッシブルモードアンロック、最高難度的な感じかな。いやね、でもね、楽しかったです、これやって。本当に楽しめましたね。まあ、ホラーゲーム、これね、デッドスペースやりたいな。まあ、YouTube で動画見るだけじゃなく、普通に買ってやりたいなって人は、全然買っていいと思いますよ。全然おすすめします、デッドスペース。ではね、今回はデッドスペース実況。これで最後となりますけど、S2 を実況していきたいなと思います。ね。じゃあ、この前作より怖いのか、怖くないのか、どれだけやりやすいかやりづらいのか、どんな武器が出て、どんな敵が出てくるのか、すごい楽しみなんですけど。ね。ではね、また次回、デッドスペース2でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。最後までパート見てくださった方ありがとうございました。では、次回もデッドスペース2お楽しみに。